ボーイング YC-14、ボーイング YC-14、YC-14 はアメリカ空軍の先進中型短距離離着陸輸送機計画に基づいてボーイングが製造した軍用輸送機である。2機が試作された。マクドネルダクラスの開発した YC-15 と共に競争試作が行われたが、両機とも正式採用はされなかった。 アメリカ空軍は1968年に CE-130 を代替する先進中型短距離離着陸輸送機計画を開始した。1972年に各社に提案要求がなされ、それにボーイング及びマクドネル・ダグラスの提案が採用された。ボーイング案が YC-14、マクドネル・ダグラス案が YC-15 として開発されることとなった。 YC-14 の特徴は、主翼の前円上部にターボファンエンジンを搭載し、USB 方式によって高揚力を確保することである。ジェット排気をコアンダ効果により、主翼上面からフラップを通じて下方へ導くという USB 方式は、高揚力を確保でき、エストール性能の大幅な向上がもたらされる。2機のエンジンは、通常の双発機よりも、 大幅に内側に寄せた位置に配置され、どちらかのエンジンが停止した方発停止時であっても、USB 方式による、揚力増加を及ぼせるように設計されていた。なお、フラップには二重隙間フラップが用いられており、また、主翼外縁には、BLC 制御を併用していた。主翼断面形状には、スーパーアクリティカル翼が用いられている。USB 方式の欠点として、 YC-15 の用いていたエブフ方式と比較するとエンジンの排気口の一部が主翼によって塞がれた形となっているために巡航時の水力ロスが起きることが挙げられている。試作機は1976年8月9日に初飛行を行い1977年まで各種試験に用いられた。しかしながら短距離離着陸性能の過度の追求による 高コストがネックとなり、結局1979年にはアムスト計画は中止となり、本機の開発も中止された。これについては、ベトナム戦争における特殊条件を考慮しすぎたという表がなされている。YC-14 は2機が製造され、試験終了後は1機がデビスモンサン空軍基地で保管され、もう1機はアリゾナ州通村のピマ航空宇宙博物館で、 展示されている y c 1 4三面図。ありがとうございます。